どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。ということで、いやー、行ってきました。映画館行ってね、話題の新作映画ジョーカー見てまいりましたよ。いやすっげー面白かった。いや、あれ面白かったっていう表現はちょっとおかしいよね。なんかすげー複雑な気持ちになるんだよね。で、だって悪役を描いてる映画なわけだしさ、割と結構リアリティのある感じで描くもんだから、ああちょっと結構ね、グワーっていう感じのなんかその複雑な気持ちを呼び起こす、そんな映画となっておりますが、なぜなんだろうね。だけどもその悪役なんだけど、悪者なんだけど、ジョーカーってなんかすげえ変な魅力があって、シーンによってやっぱりすごくかっこよく見えてしまうんですよね。うわ、怖いなーとかってちょっと思いつつもね、なんか終始緊張感のある感じの映画でもあったなーなんてちょっと思っております。ということで今日はですね、見てきた映画の話を小一時間して行こうという、そんな動画に、そんなのはいらないってですよね。まあ今日も今日とてね、このチャンネルではゲームのお話をしていこうかなと思っております。今日はですね、1週間ぐらいであったゲームのニュースや話題なんかをつらつらと、ピックアップしてお話ししていこうかなと思っております。1週間あるとね、まあいろんなゲームの話題やニュースが出てくるもんなんです。果たして今週はどんな話題があったなのでしょうか。ではまずこちらの話題です。モンスターハンターワールドアイスボーンですね、10月10日にですね、大型の無料アップデートが予定されておりますね。楽しみですね。ラージャンっていうね、新しいモンスターが来るということですよね。いや、もうすぐなんだよね。もう来るよね。もう来ちゃうよね。いや、俺まだ全然そんなとこまで行ってないんだよ、これ。あれ、俺モンハンやってる時間全然ねえなみたいな、最近気づいてるんですけれどもね、なんとか追いかけていかないとね、まあ、取り残されてて全く届かなくなっちゃうんですけれども、それに合わせてですね、導きの地にですね、新地帯の、溶岩地帯が登場するということですね。まあ私この導きの地にもまだ届いてないわけなんですけど、みんな待ってて待っててよ。行くからそこまで頑張ってね。で、あと、マイハウスではね、他のプレイヤーとの交流もやっと可能になるということですから、皆さん、マイハウスを整えてね、待っててください。ね。俺が行くから、みんなの家に。みんなの家に遊びに行くから。あと、俺んちもね、俺んちも掃除しとくわ。もう、俺のマイハウスもね、何も飾ってないけどね。うん、家いじってねえからさ。しゃあないじゃない。あんまりやれてないんだもん。で、そんなモンスターハンターワールド、アイスボーンなんですけど、今度ですね、バイオハザード RE2 とコラボするということですね。驚きですね。ちょっと随分と違うところからゲーム引っ張ってきたなって思ったけれども、よくよく考えたらロックマンが登場したり、ストリートファイターが登場したりしてるんで、何でもありかなとかって、ちょっと思うんですけれども、今年ね、大人気だった、バイオハザード RE2 のアイテムが色々入ってきたり、まあ、あとは着せ替え衣装で、レオンとクレアに、なりきれるということだそうです。ね。いや、ここまでならまだわかるよ。なんとですね、有料のダウンロードコンテンツではですね、受付嬢の着せ替え衣装としてタイラントが、そう、受付嬢がタイラントになっちゃう。おい悪ふざけしすぎだろ。で、なんかタイラントの格好してんのに、キャーみたいな感じになってんじゃねえよ。なってんじゃねえよ。ね。これ有料でタイラントの格好にさせたいっていう人が一体どれだけいるんだよ。普通逆だよね。タイラントの姿になっちゃってからお金払ってでも解除したいみたいなね、呪いみたいなもんだと思うんですけども、逆です。お金払うとタイラントにできますのでね、なかなかジョークの効いた感じのねコラボになってるななんてちょっと思っております。で、さらにですね、新しいですね、状態異常のゾンビ状態なんていうのもね、出るみたいでしてね、まあもうね、バイオハザード感がすごい出てくるなというところですからね。このコラボレーションは11月開始予定という形になっておりますということでね、ちょっとなんか面白そう、楽しみですよね、なんていうふうにね、ちょっと思っております。どうしよう、タイラントにする受付所タイラントにする、いやもうだってバイオハザードではタイラントに結構苦しめられたから、ね、トラウマだよね。そのトラウマを取り払うためにそれが必要なのかもわからない。やってみるか。では続きまして、これ結構大きなニュースだと思うんですよ。レッドデッドリデンプション2のパソコン版が11月5日に発売されることになったということですね。まずはですね、ロックスターゲームズランチャーにて、まあ、先行販売っていう形になるらしくって、12月以降は Steam でも発売されるということだそうです。
でまだですねパソコンの必要スペックとか推奨環境とかっていうのは、まあ、細かくは出ていないと思うんですけれども、どうやらですねパソコン版ではグラフィックや技術面を多角的に強化しているということなんですよね。まあ、グラフィックとかが、まあ、強化されるのはなんとなくわかるんですけどね、それ以外にどこが強化されるんでしょうかね。技術面ってどこのことだろうね、ロードとかかな。いやわかんないんだけど、そのレッドデッドリデンプション2って日本ではやっぱりちょっとこう操作の感じがね、皆さんなんか手に馴染まなかった方が多かったようなんですよね。例えばなんかその操作によるレスポンスとかっていうところもそうだと思うんですけど、あのレスポンスが意図的にああしているのか、あるいはまあ、すごいグラフィックだったからどうしてもああなってしまったのか、それがパソコン版ですごく改善されるっていうんであれば、ひょっとしたらね、日本でももっともっと遊びたいっていう人出てくるかもわからないですよね。まあ、その辺がどうなってくるかっていうところに関しては、まあ、レビュー待ちっていうところもあるのかもしれませんけれどもね。ちなみにですね、あのレッドデッドリデンプション2のパソコン版はその後エピックゲームズとかでも販売予定しているそうなんですよね。でさらに言うと Google のクラウドゲームサービススタディア向けにも、提供されるということだそうなので、本当にですねもうパソコンならどこでも遊べるっていうような感じになっておりますよね。なんかどこが独占とかあんまりなくてね、まあ自社のランチャーだけちょっと先行販売するみたいですけど、1ヶ月ですからね、全然許容範囲内ですよね。なんかゲーマーにとってすごく公平なやり方だなってすごくちょっと思っちゃったりしておりますね。各まあなんだろう、プラットフォーム競争っていうことでゲームの取り合いみたいなのが行われておりますけれども、なんかロックスターゲームズは威風堂々とした感じがすごくありますよね。さあそんなねパソコン版のゲームの話題が出ましたけれども、それとは打って変わってモバイルのゲームの話題です。最近話題ですね、コールオブデューティーモバイル、これがまたすっげーダウンロードされてるみたいで、発売というかね、当時をローンチから4日間で3500万ダウンロード突破しているということですね。いややっぱりコールオブデューティーは強いね、強いね。いや言ってもでも最近だとモバイルゲームの話題でマリオカートツアーね、あれがね、あれ1週間で9000万ダウンロードだそうなんですよ。でそっちもすげえ恐ろしいなと言いつつも、コールオブデューティーがじゃあ1週間でどこまで伸ばしてくるのか、じゃだって言ってもね1日あたり1000万近いダウンロードで、まあ、埋め尽くされているわけですからね、これはすごい一気にね同じぐらい追いついてくる可能性もね、マリオカートにね、負けじと追いついてくる可能性もあるんじゃないかななんてちょっと感じてはおりますけれども、果たしてどうなっていくんでしょうか。今後もねなんかさらに新しいコンテンツとかアップデートを行っていくということなので、まあ現在楽しんでる方もね、まだやってないっていう方もぜひねダウンロードしてやってみてはいかがでしょうか。俺は一応ダウンロードはしたまだやってないよ。さあでは続きましての話題です。ついね、先週先々週ぐらいにですね発売日が発表されたばかりで、まだまだ話題もホットなですねラストオブアス2なんですけれどもね、プレイステーション4で発売されますけれども、皆さんやっぱりちょっとね心配だなと思うのが、PS4、 いやじゃあノーマルの PS4 でちゃんと動くんかなと。いやちゃんと動くのはそれは動くだろうけれども、なんかこうカクカクになったり低フレームレートになったりとか心配なんじゃないかなとかってちょっと思うかもしれませんけれどもね、まあそれ多少はあると思うんですよ。プロの方がロードが早いとかどうしてもあるんじゃないかなと思うんですけれども、ラストオブアス2の、リードゲームデザイナーの方が言うにはですね、まあ確かに PS4 プロの方が解像度の点では有利なんだけれども、ただ我々はもともとターゲットとしている機種はベーシックな PS4 であると。ラストオブアス2は最初からずっとベーシックな PS4 を開発のプラットフォームとして据えてきたということをおっしゃっているということなので、普通のノーマル版の PS4 でもね、きちっと動くんじゃないのかなとかなと。いやこれ断言はできないじゃない、やっぱり言っても、まあ、製品版発売されて、まあ、見てみないと何とも言えないじゃないですかね。最近だとまあボーダーランズ3とかなんかも、まあ、ノーマル版の方がちょっとね、どうしてもフレームレート落ちがあったりっていう話をよく耳にしたりもします。まあ多少はあるのかもわからないですけれども、ノーマル版持ってる方の方がやっぱりね人数的には圧倒的に多いわけですが、まあ、安心して遊んでもいいんじゃないかなと今のところは思っているんですけれどもね、どうでしょうか。まあ作ってる方が言うんだから間違いないでしょう。まあ、そんなね、PS4 本体の話なんですけれども、まあ、PlayStation 4といえば、なかなか多機種との
クロスプレイっていうのをあんまりやってこなかった、まあ、鎖国的なゲームなのかななんてちょっと思っちゃったりもするんですけれども、この度ですね、プレイステーション4のクロスプレイがベータ段階を終了したというふうに言及しているそうなんですよ。まあ思い起こせばですね、まあテスト期間としてですね、まあフォートナイトが、まあ Xbox などとのクロスプレイを、実現させたり、今年には入ってからはロケットリーグなんかもですね、それが実現されていたんですけれども、そのベータ期間が終わったということは、すべてのゲームに対してクロスプレイが解禁されるということですよね。まあ、正式対応タイトルとして、間もなくね、発売されるコールオブデューティモダンウォーフェアなんかはですね、パソコンも Xbox 版もクロスプレイにですね、対応していて、みんなで、楽しく遊べるようになっているんですけれども、今後そういったゲームがどんどん増えていく、ということで、いいんじゃないですか。とうとう、ね、ゲームやってる人たちみんなで楽しめる時代がですね、とうとうやってきたということなんじゃないかと僕は思っております。で、一応今後の予定としては、来年の1月にリリースされる、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスターに関しては、ニンテンドースイッチと、モバイルと PS4、その3つのクロスプレイの対応が発表されているということだそうです。いや、これによってですね、まあゲーム自体がね、どん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 活発化されていけばいいですよね。持ってる機種なんて関係ないっていうことでね、みんなで笑顔になれる日が来るんじゃないでしょうか。さあ、では続きましての話題です。超難しいシューティングゲームで話題のカップヘッドなんですけれども、売り上げがなんと500万本を突破したそうなんです。発売から2年経っておりながらも、ここ3ヶ月ぐらいで100万本の売り上げがあったということだということですね。ここ3ヶ月で100万本ってすごいなと。ちょっと、思っちゃったりするんですけれどもね。なんかセールとか実施していたんでしょうかね。でもいずれにしても、まあ、発売してから長い年月をかけて、またさらに今もね、持続的に売れてるっていうことは、このゲームは本物だよということなんですよね。Xbox、あるいは Nintendo Switch なんかで遊べたりするんですけれども、Switch をお持ちの方、Xbox をお持ちの方、皆さんプレイされてみましたかね。いや、結構本当に難しいんですけれど、難しいんですけれども、本当に丁寧に、作られてるんですよね。難しいけれども、遊んでるのがすごく楽しくなるような、非常にいいゲームだと思いますので、機会があったら皆さんもぜひですね、試してみてはいかがでしょうか。では続きましての話題です。何度かですね、週刊ゲームニュースのコーナーで取り上げてきたんですけれども、もともとツイッチで人気だった、ストリーマー、日本語で言うとゲーム実況者の、忍者さんっていう方がですね、まあ、ツイッチから離れて、マイクロソフトが運営している、ゲーム配信場所、ミクサーで配信するようになったと。独占契約みたいな感じだとは思うんですけれどもね。まあ、移籍するに至ったんですけれども、その移籍するに至った理由をですね、マネージャーでもある奥さんの方が、その移籍に至る原因を語ったということだそうです。どうやらですね、まあ、ツイッチとは結構、まあ、圧力っていうと大げさなのかもしれませんけれども、まあ、移籍に至るぐらいですから圧力みたいなものがあったみたいでして、ツイッチとの契約ではですね、なんかこう、忍者さんがライセンス化できるものがすごい制限されていたみたいなんですよね。忍者さんについてるスポンサーやパートナーっていうところと、ツイッチ側と忍者さんが交わしている契約で、うまくこういかなくて衝突が起きるようなことがよくよく起こっていたようなんですよ。ツイッチ側はほとんどの要望を聞いてくれなかったということだそうなんですよね。で、まあ、さらに、ツイッチでね、忍者さんが配信すると、やっぱりすごいたくさんの人が見に来るんですけど、ね、まあ、かなり辛辣なコメントがすごく多かったみたいなんですよね。で、一時期は健康状態に悪影響を及ぼすぐらいっていうところに来ていたらしいんですよね。で、そういった状況を全部踏まえた上で、マイクロソフトは彼らの要望に全て応えると。で、置かれている状況も、理解してくれるというような形で、ミクサーに迎え入れてくれたということなので、移籍の理由としてはお金は全く関係なかったと、ね、いうようなことをインタビューでお話しされていたそうです。で、俺その記事を読んでさ、僕も、ね、この話題を出した時に、ね、いや、忍者さんすごいお金積まれたんだろうね、とかって、アホみたいなこと言ってしまいましたよ、僕も。ね、なんて愚かだったんだろうと思って。ね。人が大きな決断を下すときに、まあもちろんお金もあるけれども、お金もあるないとは言えないかもしれないけれども、ね。それ以外の部分がすごく大きくなってくるって、なんか僕なりにも理解していたつもりだったんだけれども、
この話題の時にはそんな思考回路が全然回らずにね、マイクロソフトがね、自分とこの配信プラットフォームを大きくするために人気者をお金で囲ったよとかちょっと思っちゃった、なんか自分が情けないなってちょっと思ったのでね、まあこれに3度目ぐらいになるんですけれどもね、この記事に関して、この出来事に関してちょっと今回取り上げさせていただきましたね。まあ忍者さん、まあ言うてももう相当お金稼いでますよね。でまあお金稼いでるやさ、有名勢だなんて言われて街中歩いててもさ、顔刺されることだとか配信してりゃさ、なんか辛辣なコメントが来るなんて当たり前だなんて言われるかもしれませんけれども、まあそういうのってお金があるから、お金たくさん手に入れてるからそういうのが平気になるっていうものでもないですしね、まあ、そういう立場にいる人にしかわからない苦しさや辛さっていうのはそれぞれやっぱりあるもんなんですよね。まあそういった状況を全部、理解した上で、迎え入れたんだとしたならば、マイクロソフトのミクサーは非常に素晴らしいね、対応したんじゃないかななんてね、なんか記事を読んでいてちょっと思ってしまったりもしまいました。まあ、ゲームをプレイする姿を見て人を楽しませるっていう、そういうあり方をですね、まあ世界中に広めている方でもあるんですよね、忍者さんってね。まあ今後もですね、心も体も健康に多くの人を楽しませるような配信をしていってくれたらいいなと思います。そうですね、ミクサーの支援のもとでぜひそれが実現されれば素晴らしいことなんじゃないかなと、なんとなく思っております。はい、というわけで、まあ、1週間のね、ニュースをつらつらっと、読んでいきました。いやーね、話題、一番最初の話題に戻るんだけども、ちょっとモンハンですねモンハンですね、なんか新しいモンスター来ちゃうから、そこまでにはなんとか間に合わせたいなと思いつつも、ちょっともう全然時間ねえじゃねえかっつってね、まあ、出遅れ、とんでもない出遅れをねかましていくことになるかもしれませんけれども、まあ、皆さんのいるところまで少しでも追いつけるように、ちょっとずつプレイして追いつくようにしますので、まあまた皆さん一緒に遊べる機会あったらぜひ僕と一緒に遊んでくれたら嬉しいです。というわけでそんな感じでした。1週間のゲームニュースの話題の動画でした。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回何かしらの動画で皆さんお会いしましょう。じゃあねー。